どうも皆さんこんにちは。突然なんですけど、皆さんはですね、高校生クイズって知ってますか？実は僕ね、昔高校生クイズに出たことがあるんですよ。まあ嘘なんですけども、まあ、出たことはないんですけども、僕ね、高校生クイズとか東大王とか憧れるわけですよ。例えばその世界一長いその国名を答えなさいとか、世界一長い首都を答えなさい、スプリジャーやワルタナプラポッテとか、そのノーベル賞受賞者ができる限りたくさん書けとか、でこれすげえなみたいなこと思って、僕もちょっとね、このクイズ大会に出たいと、東大王に出してくれということで、ちょっとね、あの世界一長い単語を調べてみました。それがね、こちらです。世界一長い英単語のがこれ、これね、スペルで書くとこちら、スーパーカリフラジリスピックエクスピアリドーシャスらしいです。まあ、ちなみに意味は、困難に陥った時に万事解決できる呪文らしいんですよ。だから要はなんか困った時に、なんか自分の中でこうスーパーカリフラジリスピックエクスピアリドーシャスっていうのをつぶやいたら自分が助かるみたいな、解決できるらしいです。ぜひともね、皆さん試してみてください。ちょっとね、東大王というためにこれをね、英単語今から覚えますね。スーパーカリフラジリスティックエクスピアリードーシャス。ということで、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリビビーシということで、世界一長い言葉、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリードーシャス。困難に陥った時に万事解決できる呪文ということでね、ぜひとも皆さん、あの東大王出たりとか、なんかそのね、高校生クイズ優勝したいという方は、ぜひともこの単語を覚えておいてください。僕もね、ちょっと東大王というためにこれ覚えます、今から。よし、じゃあいきますよ。じゃあそれではね、本番いきます。それでは問題です。世界一長い言葉は何か。スーパーカリフラジリスティックエクスピミーシュス。